その時さと子は、恋をしたら旅に出てみたくなるように、スマホにしたらモバゲーをするのだと心に決めた。そんな気持ちは初めてだった。雷で打たれたような強い思いだった。さと子は心の内で何度も何度もつぶやいてみた。スマホにしたらまずモバゲー。スマホにしたらまずモバゲー。見つけて、触って、さあどうぞ。